どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、速報ということでヒルトンホテルがですねまた規約変更をね行いましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ねこちらの動画でヒルトンホテルはですね規約変更を行いまして、今ねヒルトンホテルのゴールドダイヤモンドステータスの朝食特典ね、アメリカ国内でフード&ビバレッジクレジットにね切り替わってるわけなんですけども、まあ、これがですね前回の規約変更でアメリカのね国内ホテルだけではなくて、日本にはね幸いないブランドなんですけども、モットーホテルっていうねブランドのホテルでこのねフード&ビバレッジクレジットにね切り替えますっていうのが規約変更でね記載がされたわけなんですけども、今回ですねまたね規約変更が行われたっていう風になりまして、まあ個人的にはですねおそらくこのヒルトンホテルのゴールドダイヤモンドステータス特典である朝食はね、まあ、全ホテルでねフード&ビバレッジクレジットにね切り替わっていくのではないかななんていう風に私は予想しているんですけども、まあ今回ね規約変更ね行われましたので、まあその内容をですね解説していきたいなと思いますので、ヒルトンホテルのねステータス保有されている方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではね今回変更になった規約なんですけども、これがね変更後の規約っていう風になっておりまして、まあ、重要な部分だけね抜き出しちゃいますと、コンプリメンタリーコンチネンタルブラックファーストオアデイリーフード&ビバレッジクレジットカッコバリアスバイブランド&レジションということで、レジオンなのかな、ちょっと読み方は分かんないですけども、まあ、これね翻訳させていただくと、無料のコンチネンタルブレックファーストまたは毎日のご飲食クレジットカッコブランドと地域によって異なりますということで、こういったね規約に変更になっているんですよね。まあ、注目していただきたいのはこのブランドと地域によって異なりますっていうねこの文言なんですけども、まあ、こういった文言はね今までなかったんですよね。ですので、まあ、これをね解釈するとホテル側でどちらかだけ提供すればねいいっていう解釈にもなりますよね。で以前のね規約はこういった形になっておりまして、ちょっと長いですけども、無料のインターネット無料のスナックのスヤックやお飲み物無料のコンチネンタルブレックファーストなどの毎名特典を含む敷地内での全てのヒルトンオーナーズ特典資格括弧オールアンクルーシブエグゼクティブクラブラウンジのあるホテル米国外のみ毎日のご飲食クレジット米国内のみエグゼクティブクラブラウンジを利用しない場合に限るということで、まあ、こういったね規約だったんですよね。ですのでもう規約はね結構変わっておりますよね。だから今まではですねアメリカ国内のフード&ビバレッジクレジットはねこういった感じで記載があったわけなんですけども、今回ね規約変更に、ね、なった部分を読むとですね、もう本当にブランドと地域によって異なるとしか記載がないっていう風になりますんで、まあこれはねヒルトンホテルはねこの朝食特典を全ホテルでですねフード&ビバレッジクレジットにね切り替えていきたいっていう感じが読み取れますよね。で今回ねこういった感じで規約変更が行われたわけなんですけども、このブランドと地域によって異なりますって書いてありますよね。じゃあそのことそのブランドと地域によって異なるそのブランドと地域ってどこですかっていう話になりますよね。これがね記載がされてないんですよね。ですので、まあ、これからね発表されていくと思うんですけども、まだね詳細は分かってないんですよね。ですのでもしかしたらこのブランドと地域によって異なるっていうこの表現がですね、もしかしたらアジアは対象外とかね、まあ、そういった感じになるかもしれないですけども、まあおそらくねほとんどのホテルで提供はねなくなっていくんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。まあホテルによってはエンバシーとかね、あとハンプトンインとかもそうですけども、まあ、全顧客に朝食をね提供しているホテルとかありますよね。前回のねハワイのエンバシースイーツとかもそうでしたけども、まあ、そういった感じでホテル独自でもう全員のお客さんに朝食と付与しますみたいな、そういったホテルはね覗かれると思うんですけども、まあ、そうじゃないねヒルトンホテルのねヒルトンホテルとか、まあ、コンラットね、まあ、日本だと普通に朝食ね出しておりますけども、まあ、ここら辺とかね、あとウォルドーフアストリアねバンコクで利用させていただいたりもしましたけども、まあ、こういったホテルではですねおそらくねこの朝食特典は、まあ、なくなっていくのではないのかなっていう感じなんですよね。ちょっとね規約変更するんだったら、まあ、ちゃんと発表してほしいですよね。
1週間前にね規約が変更になって、また今回ね規約変更になって、本当に徐々にね小出しにしてる感じ、まあこれバレないようにやってんのかななんていうふうに思うんですけども、まあ外資系のねブランドっていうのは本当にねこういうことを航空会社も含めてね本当に事前発表なくねガツンとやってくる部分が結構あるんで、まあこれはしょうがない話なんですけども、詳しい内容が知りたいですよね。はい、ということで今回ですねヒルトンホテルの規約変更がね行われましたということで解説ねさせていただきました。まあ一応ねこういった規約が変更になりましたっていうことは頭入れといていただければなと思います。まあ今回ね規約変更になって、まあ、ブランドと地域によって異なりますっていう文言が入って、まあこのままね何にも変わらないかもしれないですし、まあでもねこういった感じで徐々にね規約変更を変えているっていうのを見ると、まあおそらくねヒルトンホテルのゴールドダイヤの朝食特典っていうのは、まあ、ホテル側としては多分カットしたいコストなんだと予想しますかね。まあ思うところがありましたらですねぜひねコメントいただければなと思うんですけども、一応ねまだ朝食特典がなくなるっていうことが確定したわけではございませんので、まあ、この点はね押さえといてください。一応規約上は変わったんでおそらくなくなるのではないかっていう感じですね。まあ今現時点でもねアメリカ国内でなくなっておりますし、モットーブランドのホテルもねなくなるっていうのが先日発表されましたので、まあこれでね全ブランド廃止しますって言われても、まあ正直驚きはしないですよね。まあそうしてほしくはないですけどもね。はい、こういった感じになりますんで、またね最新情報が入りましたらですね私のチャンネルでね速報を出したいと思いますので、気になる方はぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで今回はですねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。